年末年始交通量の増加が見込まれる高速道路。しかし、これ違反になるんです高速道路ですね。後部座席の着用いうのもシートベルトの対象になっておりまして、後部座席でのシートベルト着用、皆さんはちゃんとできていますか。これは大手ロードサービスジャフによるシートベルトを着用しなかった際の。 危険性を証明すする実験です4体の人形のうち後部座席の1体のみシートベルトを着用せず時速55キロで車を壁に衝突させますするとシートベルトを着用しなかった人形は フロントガラスへと一気に投げ出されるだけでなく同乗者にぶつかり致命傷を負わせる可能性があります実際、警察庁によりますと高速道路でシートベルトを着用していなかった場合事故による致死率は着用時の20倍近くに跳ね上がるとされています高速道路での悲惨な事故を防ぐために日夜 取り締まりなどにあたる県警高速隊この日松山インターチェンジの料金所近くで隊員らが取り締まったのは後部座席でのシートベルト着用義務違反ですそもそも車に乗る人は道路交通法で一般道路高速道路を問わずすべての座席で必ずシートベルトを着用しなければならないと定められています しかし去年県内での後部座席のシートベルト着用率はおよそ75%にとどまっています車内を確認できる位置から後部座席に目を光らせる大塚隊員次の瞬間ーシルバーのケア 料金所の先で無線を置けた増田隊員がすぐさまドライバーへ声をかけますおはようございます県警の高速隊です後ろの方ですねシートベルトされてなかったら止めさせてもらいました運転手さんすみませんが免許証の確認をお願いしますたとえ後部座席であってもシートベルトの着用違反はすべてハンドルを握る ドライバーの違反となります。そして取り締まりを受けブルーになるのは気持ちだけではありません。バッキーないですね。ないんですけれども点数が一点なくなりますんで一応さんが次あの免許更新の時はブルーになります。でそうなんです。高速道路で後部座席に座る人がシートベルトをつけていない場合。 反則金こそありまませせんが、が違点点数1点が課せられます。一方で、後部座席はシートベルトをしなくてもされとったらです、ね、あの万が一事故したときでも命だけは守れますんでシートベルトの着用だけお願いします。それでも 本来シートベルトはあくまで事故があった時ののリスクを軽減するものにすぎません高速道路に限らずドライバーには安全運転を心がけ計画には余裕を持って事故を起こさないための努力が求められます。